ストーン南北戦争中、マーヴィンチェスター・ストーンはアメリカ合衆国の発明家である。ストローの発明者として一番よく知られる。ストーンは1842年にオハイオ州ポーテージ郡に生まれた。発明家の息子としてストーンは少年時代に多くの有用な品目を作った。彼はオーバリン大学の卒業生であるが、ただし彼の教科課程は、 南北戦争によって中断された。南北戦争中、ストーンは第七オハイオフ氷連隊に属していた。彼は、ルックアウトマウンテンの戦いで負傷し、ベテランリザーブコープスの特別任務を帯びて、ワシントン DC に送られた。大学の後、ストーンは進学課程に入ったが、それを諦め、ワシントン DC に行き、そこで数年間、新聞通信員として働いた。 ストーンの紙ストローの広告1895年ストーンは発明家としての経歴を紙シュガレットホルダーを作る機械を製作することから始めたストーンはアメリカンタバコ会社との契約を確保しワシントン DC に工場を開設したがこれはシュガレットの会社のカメオブランドのためのシュガレットホルダーを生産するためである後に ストーンは近代の引用ストローを開発した。ストーンの発明の前は天然のライ麦の草らが利用されていたが、これは飲料に望ましくない草の風味を与えた。この問題と戦うために、ストーンは紙片を鉛筆に巻き、その両端を接着して最初の引用ストローの原型を作った。次に彼はパラフィムワックスをコートしたマニラ紙で実験した。ストーンのストローは、 長さは8.5インチで直径和紙のようなものが管につまらないだけの大きさであった。ストーンは1888年1月3日に人造藁の特許を取得した。それは紙製であった。1890年までにストーンの工場はシガレットホルダーよりも飲用ストローの方を多く生産していた。ストーンはその経歴の間に他の多くの品目を 発明したが、その中には万年筆の一種と傘も含まれる。ストーンはストロー業からの新発見の富を様々な事前事業に使用した。彼は女性非雇用者のための下宿を提供したが、その中には大図書室、音楽室、会合室及びダンシングフロアがあった。その上、彼と他の数人はワシントン DC のアフリカ系アメリカ人の住民の ために、2ブロックのテナントハウスを建てた。ストーンは、ジェーン、ジェニー・プラットと結婚した。ストーンは、長患いの後1899年5月17日に、ワシントン DC のコロンビアロードの自宅で死亡した。ストーンは、メリーランド州ボルチモアのグリーンマウント共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。